今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガに賭けてるよ、最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガに賭けてる。だからオルガも賭けてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長、敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとうな、ミカ。ミオーネ、オズキオ、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということは、まさか別の歴史。ガンダム・パルバトス。間違いない、ホワイトベースを襲ってきた。ユノ、何？そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず、全部潰す。三日月くん、ガンダム決まりさ。何それ、知らないけど。やっぱり、ブレイク現象で手術がずれてる。邪魔する奴は全部敵だ。一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない、バルバトス。ただ鉄火団の。そうか、何だったんだあいつ。そうだ、オルガはバトナー。三日月くん、さくら、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーはどうとか。まさにそれだよ、小隊長さんのお二人様。とにかく一回イディオンステーブルに戻ろう。ありがとう、助かったよ。怪しいの。